皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。5人組グループ、嵐、相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野し桜井翔が15日、結成25周年を迎えた。それを記念し、同日正午に25周年特設サイトマイベスト嵐が開設されるなど、計6つの発表が行われた。写真変わりはごいた にデザインされた櫻井翔相場正樹特設サイトマイベスト嵐は正午にオープンサイト内ではデビュー曲ル・ R ・ A ・ C からこれまでリリースしてきた計423曲の中から自由なテーマでベスト5を選曲する企画を実施しているまた所属レーベルストームラベルのサイト内では嵐のライブ DVD 計12タイトルをブルーレイ化し デビュー記念日の11月3日に発売することが発表された。対象タイトルは「ハウズ・イット・ゴーイング」「サマー・コンサート2003-2004・2004嵐」「いざ・ナウ・ツアー」「嵐アラウンド・エイジア・タイランド・台湾・コリア」「嵐アラウンド・エイジア・プラス・イン・ドーム」「嵐サマー・ツアー2007・ファイナル・タイム・言葉の力」「嵐アラウンド・エイジア2008・イン・東京」「嵐アニバーサリー・ツアー 5×10」 『嵐10のイレブンツアーシーン』『君と僕の見ている風景』『スタジアム』『嵐10のイレブンツアーシーン』『君と僕の見ている風景』『ドームプラス』『嵐ライブツアービューティフルワールド』『嵐アラフェスナショナルスタジアム2012』『嵐ライブツアーポップコーン』となるデビュー25周年とライブ DVD のブルーレイ化を記念し『嵐ファンクラブ会員限定』のライブ上映イベント。 嵐フィルムコンサートツアー2024-2025の開催も決定11月3日から2025年3月下旬までかけて順次嵐10周年ライブ嵐アンニバーサリーツアー 5×10 を全国のユナイテッドシネマほか全22劇場にて計505回上映するまた11月3日には同グループ YouTube チャンネルにて全ミュージックビデオを公開 現在配信中の嵐20周年ベストアルバム「5×20 オールザベスト」1999から2019スペシャルエディションをドルビー・アトモス音源で11月3日に配信するさらに56枚目シングル「君の歌」が歌え本になることが決定歌詞に込められた普遍的な愛のメッセージをハートフルな水彩画に投影した 11月3日に嵐ファンクラブ会員限定で特典付き先行発売する。嵐は1999年、ハワイにてクルーズ客船でのデビュー会見を行い、同年11月3日にシングル、A ・ R ・ A ・ C でメジャーデビュー。09年、第60回 NHK 紅白歌合戦、に初出場。同年、第42回オリコン年間ランキング2009でシングル。 アルバム、DVD、アーティストトータルセールスでそれぞれ1位を獲得し、史上初の四冠を達成するなど、名実ともに国民的アイドルグループの一つに成長した。各メンバーがソロとしても、映画やドラマなどで主演を務めている。19年1月、20年12月31日をもって活動休止することを発表した。二宮は23年10月に独立を発表したが、 嵐からは脱退せず、今後もグループとして再開する際にはメンバーとして活動していくとしていた。24年4月10日、メンバー5人で新会社を設立したことを報告。同月19日には株式会社 STARTO エンターテイメントとのグループエージェント契約が同社サイト上に明記された。松本は同年5月。 個人活動に関して STARTO エンターテイメントから独立すると公式サイトで発表していた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。